はい、行きましょう。縄張りバトル箱吹き倉庫。今回52ガロン使っていきます。今2時半でね、3時になるとステージとルールが変わるんで、ちょっとこれで合間練習して時間潰そうかなと思ってますよね。あとチャージオでね、よいしょよいしょ、危ない、よいしょ、あー危ない、チャージ危ない、また危ねえんだよ。でも、でも行っとくか。でしょ。どうなってる？あの辺か。おお、待て。なんだよ。どんだけ潜んでんだよ。やめろー、かうつせえな、こいつ。よいしょ、あけ、どこにスプラッシュシールド、どこにスプラッシュシールドやってんの。あ、もうトコだな、これ。ちょっと待ってくれ、あぶな、いやー、ドキドキ。なあ、ん、なんか微妙に、お、危ねえ、上飛び越えちゃったよ上飛び越えてきちゃったよ。おー、もうこいつうっせえ、マジこいつこいつうっせえな。でもちょっと待って、何も倒せてねえぞ。ちょっとなんか一泡吹かしてやりたいけど、これでもちょっとやばいよね普通に。ほら来た、あれもう対応できんよ対応できんよ。そう、難しいな。あぶねー、え、なんだ今の今の何今の残骸何、スプラッシュボムか。決して北斎に負けたわけじゃないかー、何もできねえじゃねえか。くそ。あれだな。逆にスプラッシュシールドに頼りすぎっていうのもあるかもな。くそ。スプラッシュシールド使えねえのに頼っ、でも出す練習はしとかんといけんな。そうは言うても。やっぱちょっと壁に当てて綺麗に出す練習はしとかんとまずいね。縄張りバトルなぁ。やっぱ射程距離欲しくなるよなぁ。なんかなぁ。そうねぇ。うまい人は、すごいよね、でもほんとね。そうなれるかなぁ。縄張りバトル、でもやっぱ相手がどこにおるんかとかちゃんと把握しとんじゃろうね、大体。うん。そうなんよな。なんかやっぱそういう論理的に詰めていかんと勝率も上がっていかんのんだろうね。よし。じゃあ行きますよ。バレルスピナー。
やすい。あぶねえ。あぶな。マジ危ない。とりあえず一旦下がって。さあ、あのバレルスピナー結構。あ、いけ。くそ。ちょっと隙を見つけて倒したいな。あぶねえ。スプラッシュシールドって難しい。スプラッシュシールドうまく使いたい。あと壁に当てねえと。壁に当てて、よいしょ。お、これならいいよね。あぶねえ。うわ、ボールド。ボールドか。ボールドも楽しいよな。くっそー。チームの勝利もまあええんだけど。3か、しょぼいな。よし、終わろう。ありがとうございます。